ノア・ケ・コアは、アメリカ合衆国のプロレスラー。フロリダ州オーランド出身。WWE の参加団体である NXT に、所属。地元である、ドクター・フィリップス高校から、カリフォルニア州のサドルバックに所在する、サドルバック大学を経て、アーバインのセキュリティサービス会社でも、ダイヤモンドプロテクションに入社。2013年、アファが主催するインディー団体である。 WXW に入団。9月には、WXW 世界ヘビー級王座を獲得。2014年3月8日、ビッグ王と WXW 世界ヘビー級王座戦を行い勝利。ベルトを防衛した。NXT2014 年5月、WWE とディベロップメント契約を交わし、入団。入団後、トレーニング施設である WWE。 パフォーマンスセンターで訓練を開始。2015年4月、WWE の参加団体である NXT に昇格。同月4日の NXT ライブにて20人、バトルロイヤルでハワイアンギミックで出場。2018年2016年5月4日、NXT に初登場。ノーウェイホセと対戦。ビッグライトハンドからコブラクラッチスラムへとつなげられ敗戦した。 6月30日、リングネームをノア・ポトジェスへと変更して、アンドラーでアルマスと対戦。一方的に攻められ、最後にランニングダブル2位を食らい敗戦した。11月23日、NXT にて、リングネームをコナリーブスへと変更して、リッチ、スワンと対戦。対角差を生かして、有利に試合を進めるが終盤に、カウンターのキックを食らうと、立場は逆転。 リッチキックを決められたところに、バックステージより、サニティが乱入すると襲撃にアイノーコンテストに、終わった。2018年4月25日、NXT にて自らをザ、ザガイネストと名乗るプロモーションを展開。5月2日、NXT にて、パトリックスコットと対戦。中盤より自らザガイネストと連呼しながら戦い、コーナー中段のダイビングエルボードロップから、 ハワイアンドロップへとつなげて勝利した。ありがとうございます。